はい、皆さんこんにちは。コミショ不動産の山本です。今日はですね、シェアハウスの運営、なんで賃貸住宅で始めたかっていうことについて話をしていこうと思います。結構ですね、シェアハウスの運営、あるいは不動産投資っていうことを話をしていると、僕今シェアハウスを全部で15棟やってるんですけれども、15棟シェアハウスを運営しますっていうと、すごいですね、金持ちですねっていうことを結構言われるんですけれども、実は僕自身は物件を一度も買ったことはなくてですね、賃貸を借りて賃貸住宅を新しくするっていうような形でシェアハウスの運営をやっています。で、なんで僕自身が不動産投資、不動産屋でもあるんですけれども、不動産を買わずに借りて運営しているのかっていうことを今日話をしていこうというふうに思っています。で、この YouTube チャンネルではシェアハウスの運営っていうことについて喋ってるんですけれども、コメントをいただいた方の中からですね、ピックアップして、こういう内容で喋ってみようということで動画をどんどん作っていっているので、もし気になることがあればお気軽にコメントいただければと思いますし、今日の内容も実はコメントいただいたところの中から、これは動画にして喋ってみようというところを思ったので動画にしています。で、この動画良かったらチャンネル登録と高評価していただけると、この動画良かったんだなってことが分かるので、次回の使わせていただけたらというふうに思っています。はい、ということで今日シェアハウスの運営、なぜ賃貸でやってるのかっていうところを喋っていこうと思います。1、なぜか、なぜ賃貸で運営しているのか。2、賃貸で良かったこと、悪かったこと。3、賃貸におすすめしたい方、あるいは購入したい方におすすめすることっていうことの、この3本で今日は話をしていこうというふうに思っています。はい、まず1、なぜ賃貸住宅でシェアハウスを始めたか、なぜ物件を買わずにシェアハウスをやっているかということなんですけれども、これはですね、理由は3つあるんですけれども、簡単なところから言うと、1つ目はシンプルにお金がなかったからです。物件を買おうっていうところのお金が実はなかったから、賃貸で最初は始めました。もっと言うと、最初は実は大家さんと一緒に運営をしていたので、僕自身のその賃料の負担っていうのは全くなくてですね、本当に業務委託費だけでやってたんですけれども、そこからシェアハウスの運営結構面白いなというところを思ったので、2棟目からは物件を借りてリスクを取って、サブリースという形でやっています。で、サブリースについてちょっと説明をすると、サブリースっていうのはもともと所有者さんがいて、その間にうち、僕が入ってですね、それを、入居者さんに貸す、ここの、家賃の差額の部分を、儲けとするっていうような、こういう事業投資のモデルでやってるんですけれども、もちろんですね、入居者さんが集まらなければ自分たちが払う家賃っていうのはですね、毎月固定のものになるので、これ集まらなかった分だけ赤字になります。なので入居者さんをなんとか埋めていって、ここで黒字をするっていうところをやってるんですけれども、もともと物件を買うお金が全くなかったので、賃貸で、シェアハウスっていうのを始めました。2つ目、なんで賃貸でやっているのかっていうと、もともと全然シェアハウスの知識がなかったんですね。シェアハウスの運営の知識がなくて、うまくいくのかどうか、例えばこれ物件買ったとして、例えば3000万の負債を持って物件を買ったとして、本当にこの物件でうまくいくのかどうか、3000万のローンを返し終えることができるのかっていうところ分からなかったので、最初は賃貸で運営をし始めたというところがあります。で、3つ目、なぜ賃貸住宅でシェアハウスを始めたかというと、人がいない、自分でやらないといけなかったので人件費をかけれなかったので、そもそもそんなにキャッシュフローが回ってなくて人件費をかけれなかったので、賃貸住宅で始めました。で、物件がどんどん増えていくとめちゃめちゃキャッシュフローが良くなるんですね。1棟で、これくらい上がるかなっていうところを、3棟、5棟、10棟、15棟と増やしていったんですけれども、それをやることによって今やっと人を何人かやることができているというところまで来ています。なので、もともとはお金がないというところ、次、知識がない、物件をどうやって運用するかっていう知識がない、で、3つ目に、自分が動かないといけない、人手がない、この3つだったので、最初は購入するっていうことではなくて賃貸するというところでやっていましたが、実はですね、去年だけで見ると多分シェアハウスだけで700万ぐらい使ってるんですね。で、これはもう事業投資としてお金をどんどん使っているんですけれども、これを見た時にですね、逆に物件今だと買わないともったいないなっていうふうに思っています。もうちょっと正確に言うと、10棟を超えたあたりからもう買ってもよかったなっていうところは思ってたんですけれども、いい物件がどんどん来ていたので、買わずに借りてどんどん増やしていったと。去年は、物件だけで5棟増えているので、実際賃貸だとめちゃめちゃスピードが速かったなというふうに思っています。は
い、賃貸で良かったこと、まあ、このまま話を続けるんですけど、賃貸で良かったこととしては、まあ、実際そのスピードが速い、新しい物件を増やすのがめちゃめちゃ早くできるっていうところが良かったなと思っています。今僕31歳なんですけれども、シェアハウス正直40、50を超えてもできるかなっていうところはまだ分かってなくてですね、できるのかな、どうなのかなっていうところを悩んでいるところではあったんですけれども、それまで31歳のうちになるべく物件を増やしたいなというふうに思っていたので、こうやって早めにどん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 増やしていけたっていうところはすごく良かったなというふうに思っています。次、賃貸で良かったこととしては撤退ができるということですね。僕が40になった時、50になった時に果たしてシェアハウスができないってなった時に、物件を買ってからローンがそのまま残ってると思うんですけど、ローンを残すことなくできるんじゃないかなっていうところを思ってるので、賃貸で良かったなというふうに思っています。3つ目、選択肢が多いっていうことですね。いざ物件を買おうとすると結構利回りを見たりとか立地を見たりとかしないといけないんですけれども、賃貸だと大体相場が決まってて、ここはこれくらいっていうのが決まってるので、結構選択肢が多くて物件が増えるスピードが速かったなというふうに思っています。4つ目、経営に専念ができるっていうことですね。まあ、所有しないので経営することだけ考えて、毎月あるいは半年、あるいは1年どういうふうに入居者さんを増やしていったらいいかっていうところを見てさえいれば、シェアハウスうまく回っていくっていうところがあるので、まあ、そういうことをやっています。5つ目、不動産会社さんからの紹介を受けやすいってことですね。一回物件を借りると、そこの不動産会社さんが、あ、山本さんだったら安心して貸しますってことで貸してくださるんですね。で、実際自分たちがやってて問題が起こることも分かりますし、逆に問題起こらないことも分かりますし、僕らがきちんと責任を取れるっていうところも分かっていただけるので、まあ、そこを評価していただいて、次の物件っていうのを紹介していただけるというところで、かなり物件数が増えるスピードが速いです。で、最後、手元のキャッシュフローが強いですね。ローンとかを抱えていると、例えば10年ローン、30年ローンとかを組むとですね、早く返さないといけないなっていうことを考えるんですけど、賃貸で借りてる場合は毎月の家賃さえきちんと払えてればいいので、黒字にするのが結構しやすいです。10年とかっていう借金じゃないので、手元のキャッシュフローを安心して使えるっていうところがあります。逆にデメリットとしては、やっぱりですね、家賃っていうのが結構出ていくので、長くやればやるほどデメリットなのかなっていうふうに思っています。今もうすでに5年ぐらいやってますけれども、かなりの金額を家賃として納めています。結構もったいないなっていうところも思いつつ払っているんですけれども、まあ、先ほど話をした通り、もともとはお金なくて知識なくて人手も足りないっていうところで賃貸で始めていたので、何も言えないんですけど、今だったらそろそろ物件を買ってもいいのかもなっていうところ、ぼやぼや思ってるところですね。で、次、賃貸で悪かったこととしては、大家さん都合の解約っていうのがどうしてもありえてしまうってことですね。例えば大家さんがもう建て替えるって言ったら、建て替えをしないといけないということで解約、まあ、もちろんある程度の年数はありますけれども、年数を区切っていただいて、そこの期間で建て替えしますってことで解約ってことにもなったりするので、まあ、大家さん都合の解約っていうのがあり得る、あるいは家賃が変わるってことがあり得るっていうことがあるので、結構ここはですね、賃貸で悪いことなのかなというふうに思ってます。なので、まあ、これから物件を借りて賃貸住宅で、シェアハウスをやろうっていう方はですね、結構この辺の大家さんの都合での解約っていうことだったりとか、まあ、なかなか家賃の出残りが弱いっていうところも鑑みつつ、でも最初はですね、賃貸でシェアハウスをする方がいいんじゃないかなっていうふうに思っています。最後まとめなんですけれども、正直ですね、物件は買った方が最終的な手残り、家賃に払ってる分が物件の代金として商品価値に変わるので、最終的には買った方がいいとは思うんですけれども、まず初心者の方には、シェアハウス一棟目始める方には物件は借りた方がいいんじゃないかなっていう風に思っています。シェアハウスやってみるとですね、気づくのが本当にいろんな問題があるんですよね。例えば入居者が集まらないっていうところもそうですけれども、まあ、どういうところにお金がかかるっていうところだったりとか、例えばあれ壊れた、これ壊れた、虫が出た、ネズミが出たみたいな話とかもやっぱりあったりするんですね。で、いざそれが出た時に、あ、自分がこれ物件買ってたら全然立ち打ちできなかった、解約することもできなくて、一日も三日も行かなかったなっていうことって
結構あるんですよね。実際物件を撤退してっていうことは今のところないんですけれども、それでも将来的に撤退することを考えると賃貸でよかったなっていうことは思っています。ただですね、もうそろそろ物件5件とか10件とかやれば買ってもいいのかなっていうところは思っていて、僕なんかはもう逆に今買い時を逃しているというか、かなり物件にお金を使ってるんですけれども、家賃どん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 出ていってますので、これがこの物件を買えてたらなみたいなことっていうのは結構あるので、まあですね、購入したい方っていう方には、おすすめするのは最初3棟ぐらいまでは賃貸でやってみて大体分かってきたら購入するというところがおすすめなんじゃないかなというふうに思います。はい、今日はですね、シェアハウスの運営をなんで賃貸でやってるかっていうところについて話をしてました。この動画が良かったらチャンネル登録と、高評価の方をお願いします。悪かったら本当に低評価の方を押してください。低評価を押していただいたら、なるほどな、ここは改善の余地があるんだなっていうところが分かるので、ありがたいなというふうに思っています。またコメント欄の方にコメントをいただけると、こちらについては読んでますので、ご質問等あればコメントの方にいただければ、それがそのうち動画になるかもしれません。はい、ということで、コミショ不動産話していきましたけれども、いかがでしたでしょうか。ありがとうございました。